メタ具材トマト。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回は夏野菜焼きそば。それではいきますよ。はい、では熱したフライパンにサラダ油をひいて豚肉から炒めていきます。豚肉に火が通ったら、野菜を炒めていきます。ではここにお湯を入れて炒めていきます。はい、これを1分で1回混ぜます。全体にしんなりしたらこれを一度皿に移します。続いて焼きそば焼いていきます。はい、お湯を少々、はい、焼き目がつきました。では反対側も焼いていきます。いかがでしょうか。よいしょ。はい、裏面も焼き目がつきました。先ほど焼いた具材を戻して仕上げていきます。はい、先ほど炒めた具材トマト。はい、ではソースを入れて仕上げます。水分が飛んで照りが出たらさらに移します。はい、お皿に盛り付けたら完成です。赤、緑、黄色と夏野菜彩りが食欲をそそります。はい、では夏野菜焼きそば早速いただきます。トマトがソース焼きそばに非常に合うんですね。うまい。美味しいの一言です。このパプリカ、トマト、玉ねぎ、ナス、非常に焼きそばとの相性抜群です。ぜひたっぷりの夏野菜を入れてソース焼きそばお試しください。うまいよ。